ナディア・ブーランジェ、ナディア・ブーランジェ、ナディア・ブーロンジア、1887年9月16日1979年10月22日は、フランスの作曲家、指揮者、ピアニスト、教育者、大学教授、最高水準にある音楽教師の一人として知られ、20世紀の最も重要な作曲家や演奏家の数々を世に送り出した。実家は、 代々音楽家の家庭であり、父方の祖母マリー・ジュリー、マリエ、ジュリー・ブーロンジアは、声楽家、祖父、フレデリック、フレデリック・ブーロンジアは、1797年に、パリ音楽院在学中に15歳で主席として、受賞したことのあるチェリストだった。父エルネスト・ブーランジェ、1815年から1900年、は、パリ音楽院で、シャルル・バラ・アンタン・アルカンに支持した後、 1835年にローマ大賞を受賞したオペラ作曲家であった。エルネストは母校で教鞭をとっており、そのゴロシア貴族の娘、キエフ大公ミハイル2世の子孫とされる文化生のライサムイシツカヤと結婚している。ライサはエルネストの43歳年下であった。二人の間に生まれたのが長女ナディアと溶接したジジョリリであった。10歳で、 パリ音楽院に入学し、オルガンをアレクサンドル・ギルマンとルイ・ビエルヌに、作曲法をシャルル・マリー・ビドールとガブリエル・フォーレに、伴奏法をポール・ビダルに指示した。在学中は、オルガンや伴奏、フーガで主席になったが、長年の目標としてきた1908年のローマ大賞では辞典に終わった。その前にも二度ローマ大賞に挑んで、最終選抜まで残りながらも、 いずれも入選していない。1908年の提出作品は騒動を起こした。声学のための風画という審査団の課題に対して、減額史重奏曲を提出したのだった。カミリウさんイコールサーンスなどの反対にはあいながらも、それでも準優勝には選ばれている。一般に入賞者は、翌年に賞金を授与されるが、ブーランジェの場合に、そのような栄誉はもたらされなかった。 ブーランジェがローマ大賞に挑んだのはそれきりだった。ナディアは妹リリとの間に興味深い関係を築いていた。六歳年下の生まれつき虚弱な妹の世話を年老いた父親に託されており、作曲を含めてリリに音楽の手ほどきをしたのもナディアであった。リリが1913年に女性として初めてローマ大賞を突破した時も姉の手引きを受けていた。 ナディアはリリに無条件に愛情を注いだものの、妹の作曲の才能には圧倒されるといつも感じていた。私に何か確信を持って言えることがあるとすれば、私の音楽は無用だということですと述べたことがある。ナディアがローマ大賞で準優勝した時、パリ音楽院に入学してから10年の月日が流れていた。リリは入学からわずか1年ほどで、地滑り的大賞で、 ローマ大将を制したのである。姉妹の父エルネストが1900年に没したことが、リリが作曲にのめり込む重要な要因になったので、あるが、今度はリリが1918年に急成すると、ナディアは作曲の筆を折ったのだった。リリは、未完成に終わる作品を姉に保筆してくれるように、言い残していたが、ナディアは、自分の才能は、妹と互角ではなく、 妹の遺作を適切に処置する能力もないと感じていた。ブーランジェの作品は30曲以上の声楽曲と数々の室内楽曲のほかピアノと還元楽のための教師曲がある。教師曲は10年間合作を続けてきたラウル・プニョのために作曲されたが自信不足や極度の自己批判のためにあまりに数多くの改定を加えている。プニョとの合作に 連作歌曲集、明るい時刻、レアークレアスや歌劇、死の街、L.A. ビルモートが知られており、後者は1914年の上演が計画されていた。しかしながら、同年に、プニョが破壊したためと、第一次世界大戦が勃発したために、死の街はしまい込まれたまま上演されずに終わった。作曲家、ナディア・ブーランジェの作品は、 クロード・ドビュッシーに大きく影響されており、しばしば非常に反音階的ではあるものの、常に調整に一挙しており、無調には手をつけていない。ただし、1938年にダンバートン・ウォークス競争局の初演を行うなど、後にはイーゴリ・ストラビンスキーの熱狂的支持者となった。1912年に指揮者としてデビューを果たした、主要な公共楽団を指揮し、 女性指揮者の先駆けである。ニューヨーク公共楽団やボストン公共楽団、春還元楽団、BBC 公共楽団などを指揮した。アメリカ合衆国に演奏旅行した際には、モンジン・アーロンコープランドのオルガント還元学のための公共曲の初演を指揮している。1907年に、パリ女子音楽院、コンセルバトアール・フェマナ・ムジカにおいて教育活動に入り、 その後1920年より、アルフレッド・コルトーのエコール・ノルマル音楽学校の初代教員に名を連ね、様々な教科で教弁を取った。1921年には、フォンテーヌ・ブローアメリカ音楽院で、家政法の教授に就任して、新世代のアメリカ人作曲家たちに歓迎された。最終的に1948年に院長に昇格している。 ロンジ音楽学校やパリ音楽院でも教弁を取った。第二次世界大戦中はアメリカに過ごして、ウェルズリー大学やラドグリフ大学、ジュリアード音楽院の教壇に立っている。最晩年には視力や聴覚の衰えをきたすようになったものの、1979年に亡くなるまでほとんど働き詰めの晩年を送った。パリで92歳という高齢で成去した。没後は、 モンマルトル墓地に葬られ、妹リリと同じ墓に葬られている。ブーランジェが指導した分野はあたきにわたっており、火星法、対位法、楽曲分析、ソルフェージュ、スコアリーディング、伴奏法、ソルフェージュの応用などである。しばしば文化生は、ヨハンゼーバスティアンバッハの平均率クラビーア曲集をアンプすることと、しばしばバッハが行っていたように、 風ガを即興演奏できるようになることが要求さた。ブーランジェ自身もまた助手で友人のアネットデュードネ、アンネット・ダドーネも門人については記録を残していない。さらに、ブーランジェに個人指導を受けた人物について消息を入りさせることはほとんど不可能である。いずれにせよ、世界各国から非常に数多くの学生を集め、 ヨーロッパは言うに及ばず、アメリカ合衆国からは600人以上の音楽家がブーランジェの指導を受けおり、さらにオーストラリア、カナダ、トルコ、極東からも学生を集めた。1920年代に指導した学生は大半がアメリカ人作曲家であった。アーロン・コープランドやウォルター・ピストン、ロイ・ハリス、バージル・トムソンらは帰国後にブーランジェの指導に基づいて、 新しい学派、新古典主義音楽を確立したのである。バージル・トムソンは、アメリカ合衆国の各都市には、安物雑貨屋とブーランジェの弟子がゴロゴロしている、と言ったことがあるが、多分ブーランジェとその門人は、頻繁にアメリカ音楽を普及させたので、フランス国内よりも、むしろ国外の作曲家に重宝がられたということで、あろう。ナディア・ブーランジェの指導力は、 西側の楽団にほとんど絶え間なく浸透したのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。